どうも皆さんこんにちは、イッコロのレトロな趣味部屋のイッコロです。レトロなミニ四駆第8弾はこちらの富士見レーシングフォーミュラーウィリアムズホンダ F1 を今回は見たいと思います。これちょっと前からねかなり気になってまして、 F1 が小さくなってるのって可愛くないですか。これこちらは、1988年に発売されました、富士見さんからですね発売されたものです。さあそれでは早速作っていきたいんですが、一体何秒で走るでしょうか。このところね、連れてってくんの6秒48かなが一番速いタイムですので、これを超えていけるミニ四駆は出てくるでしょうか。それでは早速作ります。はい、一応パーツは全て取り終えました。ちゃんとね走るかちょっと心配なんですよね。これがねモーターなんですけど、なんか錆びてる感じするんですよね。なんかで匂いも、あ、くっさ匂い、くっさ、これも臭い。動くかなこれ。なんかもう黄ばんでるし、このピニオンギアも。いやーちょっと、じゃあシール貼りからいきます。やったらシール多いなこれ。一応張り上げました。もう今回きつー、これもうこれカーブやのに切り込み入ってないし、まあ昔のやからねそうな感じなんでしょうけど、しわ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 。はい、じゃあもう次はシャーシの方に行きます。完成しました。作りはね、もうものすごく簡単ですね。なんかもう四駆じゃないので、もうモーターとギアのこのツーホイールドライブですね。動くのこれ。しかもモーター止めるのがなんとこの上のボディしかないという、まあ、こういう感じになるわけだ。そしてこれをどうするの。おお、どうなのこれ。ザ、むき出しやけど。
ちょっと電池入れてみます。大丈夫かこれ。うん、なんで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 、あー来た、動いた、動きましたね。なるほど、もうオンに行かずともスイッチが入るやんこれ。よしよし、動いてくれた。ただモーターはすごいくすっさ、焦げくさ、爆発とかせんよなこれ。これ何これ、え、まあいいか。よし、あとはこれですね、ローラーをつけるだけ。おいおいおい、待て待て、これなんやこれ、なにこれ。このパーツもよくわからないのでもいいです。さあ、やっと完成しましたよ。もうめちゃくちゃ時間かかった。このシール貼りペラペラやしね、ペラペラやし、もう切り込み入ってないし、もう。さあ、できました。だいぶ可愛いんですけど、これ。これにね、あと、フェラーリとか、ベネトンとかね。あと4台あるんですけど、4台も作っていこうかと思いますが。いや、だいぶ可愛いんじゃないですか、これ。さあ、一体何秒で走るか、行ってみます。ということで、1回目の走行が、7秒14でした。意外に意外や、速かったです。モーターがちょっと臭いんで、モーターをこちらの2020年のジャパンカップにやってみよう。あいた、あいたーい、あいた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 、コースアウトしそうだよな。2回目、行ってきます。ということで3回目の滑走終わりました。2回目がね、上から落下してしまって、ここがねもう割れてます。なので3回目の滑走どうしてももう完走したかったんで、もうスタビやら何やらいろいろつけてやったら6秒という最速記録を出してくれました。もうね、ゴールした時にはもうここのローラーも取れ、ここのローラーも取れ、満身創痍の状態で走ってくれました。いやー、ちょっと楽しかったですね。今回もかなり手こずりましたが、よく走ってくれました。レトロなミニ四駆第8弾は富士見のレーシングフォーミュラを作成、走行させてみました。皆さんもね、もし購入できるチャンスがあれば、購入してみてはいかがでしょうか。それではまた。